はい、どうも皆さん、おつやぐです。今回なんですけれども、5月4日の、更新情報を振り返りやっていこうと思います。今日はブンデス TOTS が開幕ということで、いろいろと更新来ているので、早速見ていけたらなと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、じゃあ見ていきたいと思います。まずは目標の方から見ていきましょう。目標の方にこちらベステが登場しております。はい、能力見ていきましょう。身長175センチの役割式がハイミリ、スキル4、逆足5、左利き爆発的となっております。で、サポジに LW できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。まあ高精度プラスと的確、そして敵高と、まあ、パスもね、シュートも打てるウィンガーといった感じで、でセッターもついてるのありがたいですし、まあロブタツと、大胆なパスもしっかり持ってると。まあスルーパス持ってればね、もっとありがたかったっていうところであるんですかね。はい。でテクニカル、瞬迅速とトラッパー、まあなんかウィングに必要な要素は結構揃えてるんじゃないかなとは思いますね。まあトラッパーがしっかり ついてるっていうのはね、評価は高いんじゃないんでしょうか。で、まあ能力見ていくと、ペースは92と、スプリントが結構高くなっております。でシュートはね、ちょっとボレー値がすごく気になるところであるんですけれども、決定力は94としっかりあるよということで、でパスとドリブルに関しても、まあ視野は低いんでね、まあロブタスフライスルーはいいとは思うんですけど、スルーパスが若干下手かなとは思いますかね。うん。でドリブルはアジバラ97ですけど、リアクションが80、ちょっとここも残念。うん。で守備がなぜかめちゃくちゃ高い。ウィングバックできるわけじゃないんですけどね、守備がめちゃくちゃ高いですね。なんならサイドバックもできるぐらいの守備値はあります。はい。で、スタミナ容赦なし持ってないんですが、98しっかりあると。で、フィジカルは若干低いですが、アグレッションが80と。まあまあ、ぼちぼちかなといったところで。まあ、4号ですし、高精度打つにはね、逆足5はありがたいと思いますし、で、地味にセッターとかもついてますしね。まあ、チームに1枚いたら、まあ別に悪くない選手なんじゃないかなとは思いますね。まあ、ドイツ人3名以上。で、それ以外は、ブンデス5名か。まあ、ブンデス5名の中にドイツ人3人入れつつ、普通に試合やっとけばクリアできるよといったような目標にはなっているんで、まあ、全然取る分にはいいんじゃないかなとは思います。まあ、ただ現環境でわざわざこの選手を使うまではいかないかなとは思いますが、まあ、無料でもらえる分にはね、プレイスタイル3つついてますし、悪くないんじゃないかなとは思います。続いてブンデスリーガ TOTS 毎日プレイ、こちらも登場しております。今回もね、TOTS パック、全部、この毎日5日間プレイしたら、もらえるよっていうところにはなっておりますね。そしてこちらミックスリーグ、ブンデスリーガ、Google ピクセル、ブンデスリーガ、こちらも登場しております。まあ、経験値もらえるんで、やれる人はね、やった方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで、目標については以上です。次に SBC の方見ていきましょう。はい、ということで、じゃあ SBC の方見ていきたいと思います。まずはデイリーログインが、今日で2日目ですね。皆さん忘れずに今のうちにやりましょう。もうこれ見た方は今すぐにやってください。続いて、チャレンジ系で TOTS チャレンジも登場しております。まあ、やれる方はやってもいいんじゃないかなっていうような感じですかね。自分はやらないです。で、アップグレー系には77プラスブンデスおよび女子ブンデスのダブルアップグレード、こちらも登場しております。まあ、プレミアの時みたいにね、この837名とか登場すると思いますし、まあ、プレミアムの11枚かな、もらえるアップグレードとかも来るんで、まあ、やりたい方はやるぐらいの感じでいいんじゃないかなとは思いますね。続いて選手 SBC の方見ていきましょう。まず1人目はサネが登場しておりますね。身長183センチの役割式がハイミリ、スキル5、逆足4、左利きかなり爆発的となっております。で、サポジに LMと、右ウィングできて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。まあサネは来るでしょうね、今年の活躍から言ったら。うん。でパワーシュートプラス、迅速プラス、トリッカープラスしっかり持っていて、で鋭いパス、的確なパス、大胆でテクニカル、クイックステップ、フレアとなっております。まあ個人的にはトラッパーついてないのが毎回サネは残念かなとは思うんですけれども、まあそれでもね、トリッカーと迅速とパワーシュートと、まあ強いプレイスタイル3つ持っているっていうのは、評価は高いんじゃないかなとは思います。で能力に関して言えば、まあ、ペースも96しっかりあって、シュートもね、ボレー値しっかり高くて、決定力も91ある、まあ、シュートの安定感は抜群なんじゃないかなと思います。でパスに関しても、視野とショートパス、まあ、ロングパスは若干低いですけど、まあ別に前線の選手はね、ロングパスそんなにいらないかなとは思います。でドリブルに関しても、まあ、リアクションとレースはしっかり90超えてますし、まあ、アジリティ、コントロール、ドリブルに関しては94と、素晴らしい数値になっております。でヘディング精度は謎に91あるんですけど、フィジカルもね、82あって、アグレッションも80で乗ってるんで、まあ、結構推進力とかで、ね、結構ゴリゴリいけるんじゃないかなと、迅速プラスもね、相まって。で、作る、作らないに関しては、まあ、全然強いとは思うんですよ。
強いとは思うんですけれども、わざわざサネにする必要性が個人的にはないかなと、まあ、自分は4-3-2-1使ってて、片方はエアリアルプラス持ってる選手、まあ、今は自分ベンゼマ使ってるんで、もう片方は俊足プラス欲しくてバペみたいなタイプが欲しいなっていうところで、で右側がね、バペ使ってるんで、どっちかというと右利きの選手でね、サネが登場してたらありがたかった。左利きの選手ってなると、ちょっと使い方的にも右シャドウに置くのは左利きなんかちょっと難しさは感じるん でパワーシュートもねあんまり活かせないとは思うってなったら、別に個人的には作んないかなっては思います。まあ、例えば LCM 左上げしてて LCM が攻撃的な CM ですよって方とかはめちゃくちゃありなカードなんじゃないかなと。まあ、パワーシュートもしっかり CM からね打てますし、まあ、迅速持ってるんで走らせてスルーパス出してっていう使い方もできますし、まあ、そもそもサネ自体も出してにもなれるんでね、そういった方は作るのめちゃくちゃいいかなとは思うんですけど、自分はちょっとフォーメーションと配置の都合上、多分作るのは見送るかなとは思いますが、シティの選手、元シティの選手なんで、でさらにめちゃくちゃ好きだった選手なんで、まあ、素材が余ればまだまだケリーとかもね作れてないんで、素材が余ればですけど作りたいなとは思います。はい、そして続いてアニョミが登場しております。身長 170cm 役割式がハイロースキル4逆足4右利き控えめとなっております。でサポジに CF と RW できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。まあアニョミもパワーシュートで登場してると、でこっちは瞬で曲芸師プラス、まあ、ちょっとこれが残念かなっていうところでありますね。まあ、ただエアリアルとパワーヘしっかり持ってて、ジョッキーも謎に持ってて、でテクニカルフレアトリッカーと、丸くないプレイスタイルかなとは思います。で能力に関しても、まあ、ペースしっかりあってシュートもあって、まあ、パスが若干下手かなっていうプレイスタイル持ってないんでね、部分はちょっと気になりますが、ドリブルもまあぼちぼち、フィジカルもめっちゃ高いっていう風になっております。で守備も意外とできるんでね、まあ、ウィングバックとかやらせてもあれなんじゃないかなとは思います。でアニョミに関してはね、まあ、作る作らない以前に、めちゃくちゃ安いんですよ要求が。85要求だけでいけるんで、まあ、これはカブリーの溶かし先として、作るっていう流れでいいんじゃないかなと思います。自分も多分85とかが被ったらこのアニョミ作って、まあ、SBC 要員として作るっていうような流れになるかな。まあ、これは皆さんね作ってもいいんじゃないかなと思います。そして最後になぜか来ましたアイコンの TOTY アイコンでマテウスが、一緒に登場しております。まあ、多分ブンデスリーガっていうこともあって、まあ、ドイツ人ケミ救うこれで救えよみたいな感じでね、多分 EA さんが言ってんじゃないかなとは思うんですが、身長 174cm の役割式がハイハイ、スキル4逆足、4右引き控えめとなっております。で、サポジン CB と CDM できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。で、まあ、マテウスとかはね、もう一回、消化動画とかで出してるんで、あんまり触れないんですけれども、まあ、価格がね、多分、遺跡市場の価格とほぼほぼ同じっていうところで SBC の価格、別に作ってもいいし作んなくてもいいかなとは思います。どっちでもいいかなと思います。まあ、ブンデスの選手結構当たってドイツ人ケミ救いたいなって方はね作るもよし、中盤パワーシュート要員そしてセッターも欲しいなって方はね作ってもいいかなと思います。まあ、このパワーシュートとセッターの組み合わせがそもそもね相性いいんで、パワーシュートでコーナーキック得て、セッターでねコーナーで得点するみたいな戦法もね今結構流行ってるんで、まあ、この組み合わせ自体は結構ね優秀かなと。で強いですかなりマテウスは敵にいてもね守備は予測しっかり持ってるんでタックル上手いですし、で数値もタックル96あるんでめちゃくちゃ強いです。ただ個人的に気になるのはやっぱりインターセプト持ってないっていうところが気になるんで、まあ、個人的には多分作んないかなとは思うんですけれど、まあ、ドイツ人ケミ救いたい方とか、まあ、セッターパワーシュート要因欲しくてアイコンじゃないとなって方は、ぜひね作ってみてください。ということで SBC については以上です。最後にエボリューションの方見ていきましょう。はい、ということでエボリューションの方見ていきたいと思います。1個だけ登場しておりまして、こちらですね、TOTS チャンピオンズアップグレード、こちらが登場しました。まあね、ライブ TOTS アップグレードとか、あともう一個なんだっけ、昨日か一昨日に来てた、一昨日かな、一昨日来てましたね、このアップグレードシリーズ。まあ、これが赤金ができなくて、赤金でそのね、引いて、要求満たす選手引いても意味ねえじゃねえかよっていうね、結構声出てたと思うんですけど、まあ、それの救済ちゃんと来ましたね。で、自分が持ってる選手だったら、こんな感じの選手たちがいけますよっていうことで、まあ、個人的に幕張めちゃくちゃ強くてね、ワンチャン大会でも使うかもなっていうところで、幕張とかもね、全然やっていいかなと思いますし、まあ、ガルナチョ、そして、マキシマンも、ペースが一応98までなんで、まあ、アップグレードしたらね、多分無理になるんですけど、アップグレードする前だったらマキシマムもいけるよ、悪くない選択肢なんじゃないかなと思います。一応能力もね、こんな感じで
まあ、ペースもカウンストしてシュートも上がる、悪くない選択肢かなと。で、個人的にはおすすめは、まあ、赤金でしかビセック当たらなくてライブ TOTS アップグレできねえよって方はもうビセック一択でいいんじゃないかなと思います。わざわざ赤金で持ったのにね、ライブ TOTS の方わざわざ買ってエボルか悩むっていう方もね結構いらっしゃったんで、まあ、そういう方はもうこの赤金のアップグレはビセックにしてもいいんじゃないかなと思います。で、それ以外はもう自分が持ってる好きなカード、今使ってる選手でもいいです。まあ、今週のねブンデスの TOTS で当たった選手でもいいですし、まあ、コマンとかも確かいけるとは思うんで、ね、まあ、そういった選手をねエボったらいいんじゃないかなとは思います。自分はまだ決めてないんですけど、まあ、多分マクシマンかガルナチョかマクアリ、この3枚のどれかに現状だったらするかなっていった感じでありますかね。はい、ということで、今回の更新情報振り返りについては以上です。いかがでしたでしょうか。ブンデスのね男子女子の TOTS新しく来ているカードに関してはまた別でね動画投稿する予定なので、そちらもぜひねチェックしてみてください。まだの方はぜひチャンネル登録と高評価、そして Twitch X のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。